大変サクサク、動きます。そしてメトロ UI と言いましてですね、インターフェースも大変、簡便で分かりやすい、ハブというコンセプトでですね、非常に使いやすい。そしてまたソーシャルメディア、これがシームレスに、連携する、友達リストなんかも全部、統合されるということで、まさに使い勝手、人を中心に考えた、そういったスマートフォンでございます。したがいましてアプリケーションのアイコンがザーッと並んでるんじゃなくてはですね、いつも、使いたいものをですね、正面にカスタマイズして自分なりのメニューを用意することができる。もちろんマイクロソフトでございますので、ワード、エクセル、パインポイント、標準のものが純粋で、搭載されております。したがってお仕事にも、エンタメにも両方使える、スマートフォンということで、社を挙げてですね、全力でこれから巻き返し上がりたいというふうに思います。という気持ちで、頑張ってまいりますので、皆さん Windows フォン、Windows フォン、Windows フォン、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お時間ありがとうございました。どうぞご登壇ください。Microsoft Windows ですから、Office 製品、純粋で入っておりますので、見るだけじゃなくてここで編集もできますので、ビジネスの用途にもバッチリ使えるんですね。はい、ぜひ皆さんに使っていただきたいですよね。はい、中田さん、ぜひですね、こちら携帯電話お買い替えですね、考えの際にはビッグカメラ有楽町店にお越しいただければと思います。はい、はい、それでは片瀬さん、そして樋口社長、ありがとうございました。ありがとうございました。それではお時間となりましたので、くす玉開きを行いたいと思います。ご来賓の皆様、ステージへご登壇ください。 NHK ですけども、樋口社長にお伺いしたいんですけども、先ほどお追いかける立場ということでおっしゃられてましたけども、まあ、日本で、この Windows 7点を発売して、で、まあ、中長期的にどれぐらい その OS としてのスマホの OS としてのシェアを狙っていきたいのかということと、それからあとアメリカの方でアップルのスティーブ・ジョブズさんがですね、 CEO を辞任されて、まあ、会長職が残られるということなんですけど、まあ、ライバル企業ではあると思うんですが、それを聞いてのご感想をいただけると思います。そうですね、どのぐらいのそのシェアを取るかっていう具体的な数字はちょっとご勘弁をいただきたいんですけれども、これゼロから見直しをしました、全く新しいコンセプトの、OS Windows Phone 7ですので、これを機にですね、巻き返しを図りたいと。それでスマートフォンの市場はまだまだこれからの市場で出てきですので、確かに店頭では2台に1台ぐらい、売れていて、まあ、東京では10台に3台ぐらいはスマートフォンになってるかもわからないですけど、東京離れるとまだまだですね、その普及率、ペネトレーションは小さい、そういう、まあ、黎明期はありますので、これからいかようにでも挽回できるというふうに思っていますし、今、後発だから当然なんですけど、アプリの数がちょっと追いついてない。それはそうですね、まだ今出したばっかりです。それ以外はですね、もう負けてるところはないんじゃないかなというふうに思ってますし、アプリの数はもう急速な勢いで、今アメリカの、アプリのローカライズバージョン、それから日本のデベロッパーの、アプリというのも、順次揃えてきておりますので、私としてもこれ今年の、向こう1年の、最優先課題の一つでありますので、力を入れていきたいと思います。スティーブ・ジョブズさんは本当に世界の宝みたいな天才の方なので、本当に競合であるからどうというよりも、こういう IT の世界においてですね、ちょっと活躍する度合いが下がるとしたらちょっと残念に、と思いますけれども、そのジョブズさんの精神を受け継いでですね、まあ、IT 業界全体盛り上げていけないといけないかなというふうに思います。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、はい、お願いします。NHK なんですが、これから時代はパソコンでしょうか、スマートフォンでしょうか。そうですね、これ答えどっちかっていうデジタル的な1-0の答えでは決してないと思うんですね。
まあ、ネットブックとかいうのが出たり、スレッド PC というのが出たりしておりますけども、まあ、何かをこう作り出す道具、生産性ツールとしてのパソコンはもう全く緩いで、おりませんので、生産性がやっぱり一番高い形でできていると、それでまあ企業でいうとお客様のフロントですとか、あるいはリテラシーのちょっと低い、もう見るだけの人とかそういうところは入ってきますけど、基本的にはもう仕事作業はパソコンということで、残ると。でそれを、保管する形で、本でありスレッド PC であるというものが、出てきて、それを使い分けながら仕事したり楽しんだりするという、そういう姿だと、思います。ひょっとしたらパソコンの優先順というか使っている時間は、それによって少し減るかもしれませんね。これ上手だったら申し訳ないんですが、マイクロソフトさんの中でスマートフォンの位置づけっていうのはどういう力になってますか？そうですね、当然、3スクリーン&クラウドという、まあ、戦略を言ってますけども、いろんなデバイスが、あって、 PC もそのデバイスの一つで、 IP でクラウドにつながっていると。単体でもう楽しむじゃなくて、クラウドとつながって楽しむ、それからクラウド経由で他のデバイスとつながって楽しむ、そういった全体の付加価値というものがどんどん重要になると、思います。Windows 8でも今の Windows 4に搭載したメトロ UI という UI が、搭載される予定ですけども、そういった意味でルック&フィールもですね、デバイス統一されて、操作性も統一されて、その間でのいろんな楽しい連携がたくさん出てくるというふうに思います。特に日本の、V2 さんはじめ、メーカーさんは携帯と PC と両方作ってるメーカーさんですので、そういった相乗効果っていうのがものすごく追求しやすい状況だと思います。可能性を広げる力です。